皆さんこんにちは、個別指導塾キャスト塾長の小林です。今回は以前ね、ゲスト出演いただいた一条さんに引き続き来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、前回の動画では一条さんの、まあ、塾ね、哲力会とか河合塾の話であったりとか、はい、まあ、模試が何に判定だったとか、はい、いろいろ深掘りしたんですけど、今回はですね、現役時に離散を受けて浪人の時に、まあ、京大医学部を受けたということで、まあ、そのね、京大学部と離散の壁ですよねとか、あと違いですよね、はい、まあ、ここをね、ぜひいろいろと語っていただこうと思います。やっぱり国内最高峰の大学を両方受けているわけですから、試験会場に行って開示特典ももらっているわけですから、はい、まあ、その経験を踏まえてですね、当然僕はね、受けたことないんで、はい、その辺をね、ぜひね、深掘っていきたいと思うんですが、はい、まずね、ちょっと細かい各科目に行く前に、まず全体像、その入試だったりとか、まあ、受験全体を踏まえて、どんなこう違いというか壁があったかなっていうのをちょっと教えてもらえますか。はい、東京大学の理科三類の方がやっぱりスピード重視ってよく言われると思うんですけど、うん、やっぱりスピードが速い人がやっぱ有利かなっていう印象です。まあ、結構全体的に、はい、まあ、時間との戦いは大きいですし、はい、あとはやっぱり数学とかも理算を目指すなら得点のパーセント取らないといけないから、そうなると時間勝負ですよね。はい、本当に時間勝負になってきますね、うん、なるほど。理算に関しては。一方京大はどうですか。一方京大に関してはですね、うん、ゆっくりしてたら本当に終わらないんですけれども、それは本当にそうなんですそれはそうなんですけれども、うん、やっぱり発想力重視って言いますか、うん、ある程度じっくり考えて答えるっていうのが重視されがちだなとは思います。なるほど。ちなみに例えば、まあ、理算と脅威って、まあ、並べてね、表現されることも多いですけど、はい、こう大きな難易度の違いとかって両方受けてみて感じました。大きな難易度の違い、やっぱでも人によるかなとも思います、うん、なるほど、はい、というとどうですか、周りの子たちとかご自身の経験談でいうと、はい、私東大の英語の方がすごい得意で、京大の英語の方がめちゃめちゃ苦手で、理算より脅威の方が英語に関しては難しく感じましたし、うん、でも理科とかに関しては理算より脅威の方が私には合ってましたし、うん、数学に関してもどっちも違う意味での難しさがあるんですけれども、うん、私の場合はやっぱり脅威向きだったのかなと思います。どっちかというと発想力か。はい、発想力が。なるほどね。って感じ。ちなみにそれってやっぱ浪人してから気づきました、それとも現役の時もなんとなく理解はしてました、はい、現役の時に結構その哲力の先生にはもう京大向きだからよっぽど東大行きたいんじゃなくて京大の方がいいよみたいな言ってもらってたんですね。言ってもらってましたし、なんか友達も結構京大に行こうよみたいな圧が結構あって、京大に行こうよってよく言ってもらってたので、京大に傾いてもおかしくない状況ではあったんですけども、東大の方受けました。まあ、それはまあ向き不向きっていうよりは、まあ、こう思いみたいなところで。はい、思いの方で受けました。なるほどね。はい、ちょっと細かい各科目について聞いていきたいと思うんですが、はい、まあ、さっきもちょっと英語の話出ましたけど、英語の違いってどうですか。英語が本当にもう東大の場合は問題がたくさんあるんですけど、うん、まあ、基本的に今傾向としてはちょっと変わっても、まあ、基本傾向一緒なの で、事前にもう私はもうこの順番で大問何から大問何までって、うん、この順番で解くって決めて、何分以内に解くっていうのを全部決めて、うん、その上で臨んでちゃんとその時間を守ってパパパパパって解いてったら、うん、高得点バンって出せるっていう感じだったので、やりやすくて私はでもすごい好きだったし、うん、スピード重視でそのパパパパパッと問題こなせる人からしたら理算いいかなと思います、うん、そうですよね、はい、ちなみに結構そのパパパッとやって、はい、模試だったり、まあ、本番はあんまり覚えてないかもしれないけど、何点ぐらい取れた感じですか、もしくは取れそうだった感じですか。だいたい90点以上とか90前後は最低取れたかなって感じです、まあ、理算ですからね、それぐらいやっていくってことだし、はい、まあ、多分まあ理算志望に限らず大問の順番決めて、はい、時間決めてっていうのは皆さんやりますよね、はい、うん、一方で京大はどうでしたか。京大に関してはですね、もちろん大問の順番決めて時間決めてはやるんですけれども、その結構記述量が多くて、私も記述量の差にまずびっくりしたっていうぐらい、本当にもう書き続ける大会で死ぬ気で書いて、うん、手もう本当に疲れてみたいな状態でやるんですけれども、比較的大問一個一個に割く時間の配分としては理算よりははるかに長い感じではありました。じゃあどっちかというと、まあ、もちろん時間制約はあるものの、はい、結構問題とじっくり向き合うというか、じっくり向き合います。で、あとはこう読んでんってちょっと考えないと解いていけないようなものが多いって感じですかね、はい、うん、ちなみにでも英語はでも東大の方が得意だったんだよね。
そうなんです。ね、結構単語のレベルとしては京大の方が結構レベル高い単語多くてですね、うん、で私がもう何やればいいですかって英語の先生に聞いたら、いつもあもう単語一択だからって言われるぐらい私単語苦手だったんですよ。だからこそ、まあ、理算の方がやりやすかったっていうのもあって、教員の方は結構推測しなきゃ、うんうんうん、で推測するためにはいろんな文脈を捉えてじっくり考えなきゃっていうのがあって、結構私はあまり得意じゃなかったです。ですね、ありがとうございます。じゃあ次数学お願いします。はい、数学に関してはですね、やっぱ好きな問題っていうのがあって、大学ごとに本当にそうですね。で理算と教員で好きな問題のタイプ全然違ったので、まあ理算 の、 私数学の過去問だけをすごく早くから解き始めてて、5月からずっと数学の過去問解いてたんですけれども、うん、それは個別指導で5月からずっと解いてまして、でだからこそ理算が好きな立体とかの体積とかああいう系の数学すごい極めてたので、比較的理算の数学好きだったんですけれども、うん、まあ教員に変えても傾向はもちろん違うんですけれども、うん、その時のがすごい生かされていっぱい解けたっていうのはあります。なるほどなるほど。ちなみに一条さんから見て東大でこう、まあ、好きとか出やすい分野と京大で出やすい分野ってそれぞれどんな感じですか？東大は結構立体とか、うん、私が一番苦戦したのが立体だったっていうのもあるんですけど、立体とかあと確率とか倍の数とかでもちょっと京大とはまた系統の違うものがあったりして、うん、でも教員の方はやっぱり確率倍の数が結構特殊な感じがしてましたね。結構そこで私は一番悩まされました。で立体に関しても出るは出るんですけども、理想に比べたら比較的すごい扱いやすいものが多かったので、うん、楽っちゃ楽でした、そっちでは。はい、なんかその英語みたいなそのスピード感の違いとか、あと問題そのものの難易度の違いとかはどうでしたか？スピード感やっぱり理想の方が結構スピードを早くに解かないとダメっていうのが多くて、あと理想の場合結構小問が多いんですけど、うん、教員の場合は小問なくてっていうのもあって、まあ、理想の場合本当にもう少しでも多くの消耗を抑えるって感じでもう必死で時間と勝負しながらやってました。で教員の方は結構消耗がない分台も1個丸々これ落としたらもうすっごい差が開くっていうのが多くて、だからこそじっくり考えてもうなんとか発想ひねり出してなんとか取り切らないと、これ飛ばしたらもう40点50点って差開いちゃうよみたいなのがあって、もう死ぬ気でちょっと問題とやっぱ時間ももちろん制約あるものの、問題とちゃんと向き合って発想をひねり出すっていうのを意識してやらないとダメな感じでした。なるほどですね、はい、ありがとうございます。次に今理科ですけど、はい、物理か科学かどっちからでも大丈夫です。科学に関して、東大が大問3つで京大が大問4つなんですけれども、まあ、人によると思うんですけども私含めて有機化学から解く人が多くて、まあ、有機化学から解いてはいくんですけれども、理想の方はやっぱり時間勝負で、有機化学って結構まあ考えるんですけれども考えてる時間が本当に限られるからめちゃめちゃ大変で、だからこそ有機から解いてたんですけど、有機解いても有機で結構時間かかっちゃうと理論がもうボロボロになっちゃうから、まあ、さっさと切り上げていくみたいな感じでちゃんと深く最後まで考えきってスキッとする前にもうさささってやるって感じの印象でしたもん。で教員の方は教員の方も4問あって、有機化学が2個で理論が2個って感じなんですけれども、基本的にでも後ろにもの有機化学が解いてたんですけれども、そっちは結構やっぱり問題とじっくり粘れる時間もあって、うん、粘ってちゃんと全部有機化学パズルみたいなものなので、うんうん、有機化学のパズルがちゃんとハマったなってなってから理論に行って、理論の2問はまあもちろん有機化学でちょっと時間使っちゃったら時間厳しめにはなるんですけれども、それでもちゃんとやっぱり全問目通してバーッと解いていけるぐらいではあったので、うん、すごい私理科に関してはスピードあんまりなかったので、ない私にとってはすごい教員の方がありがたかったです、うん、東大の科学はすごいよね、すごいですもう本当になんであれ普通の高校生にやらせてるのおかしいぐらいのスピードですよね本当にもうすごいスピードで、あれはねなんかもうコンピューターになれみたいな命令を下されてない限り難しいよね。本当にもう計算量もすごいので、すごいですね、はいはい、物理はどうですか？物理に関しては東大も京大も3問なんですけれども、やっぱり東大大変で、うんうん、スピードもですしもうなんか私の受けた年の物理が異常に難しかったっていうのもあるんですけども、ね、はい、テストを受けながらこれどうしようって思ってもうなんかもう頭真っ白になっちゃうレベルの難易度で本当に大変でしたし、まあ、その他の年代見てても、まあ、比較的
やっぱスピードいるし頭も使わなきゃだし、うん、私の年は特にそうだったんですけど、いろんな分野融合されてみたいな本当に大変な感じでした、物理、うん、で教員に関してももちろん大変ではあるんですけども、京大の物理に関しては比較的、まあ、3問あって、もちろん物理科学ともに均等に時間割り振った場合の時間配分ではあるんですけれども、うん、物理1問あたり30分ぐらいかけれるっていうのもあって、うん、結構まあ理科が時間重視苦手だった私にとってはすごいありがたくて、ちゃんと全問解いて、記述も東大は全部記述なんですけども、これは物理科学とも全部東大記述なんですけれども、京大に関しては物理の記述本当に要所要所であって、でまあその分もちろん東大に比べたら京大の物理の記述は結構ちゃんと書かないとダメなんですけれども、まあでも比較的やりやすかったなっていう感じの印象です、うん、まあ、自立ね、得点でも本番で京大の物理科学は9割ぐらい取れたって、ね、はい、話ですもんね、はいはい、なのでやっぱここの傾向の違いというかあると思いますから、はい、もし狙ってる方はね、話をぜひ参考にしてほしいと思いますね、はい、あとはまああんまりかもしれないですけど国語、はい、ここってどうでした？国語が東大の方が、現代文古文漢文と3つあるんですよね、うん、で現代文古文漢文の中でやっぱり現代文ってあんまりそこまで差つきにくくて、うん、私結構林先生東大特進で教えていただいてたので結構得意ではあったんですけれども、そこまで飛躍的に差つけられるかって言ったら、まあ、ちょいアドバンテージぐらいで、で私古文漢文がすごい苦手でそうなんです、うん、でまだ漢文の方がマシだったので、まあ、現代文一番よくて漢文2番目古文3番目って感じで、私の場合結構特殊で古漢で得点取って現代文でまあ普通っていう人が多いので、うん、まあ、古漢頑張ったらいけると思います。あんまり古文やってなかったんですか？古文苦手でした。なるほどね、やっておいたけど苦手だったやってたけど苦手でした。漢文も結構東大特進で直前に詰め込んでもらってちょっと得意になってなんとかいったって感じでした、うん、京大はどうですか？京大に関しては、現代文2台古文1台で、うん、古文苦手だったのでもう古文嫌だなと思いつつ、まあ、現代文2個は結構林先生に教えていただいてたのもあって、うん、比較的取れて、で古文に関しては本当にもう河合塾の進化の先生にすごい救われて、もうずっと指導してもらってやっと、まあ、人並みにちゃんと取れるようになって、古文も大嫌いから普通からちょい好きぐらいまで最後上げれました。なるほど。問題の傾向とかで言うと、はい、まあ、僕の見立てなんですけど、実はそんなにめちゃめちゃ、まあ、違いはないなって感じるんですよ、はい、まあ、もちろん問いの仕方とかは若干違うものの、基本的には理由か言い換えを求めている、ね、はいはい、問題が多いし、まあ、文章の作りも、まあ、たまに若干京大の方がテクニカルなことがあるんですけど、はい、まあ、ただまあ基本的にはちゃんと論理だった文章が出てくるので、はい、その辺はやっぱあんまりどうですか、他の科目と比べると違いを感じにくいと思うんですけど。はい、感じにくかったですし、でもまあやっぱり京大の方がちょっと現代文の文章がこれ何聞きたいんだろうみたいな、出題者の人がつかみ取りにくいのが京大の方がまあ多くて、何書けばいいんですかねみたいなのを結構先生と相談したりはしてました、はい、そうね、またちょっと、ね、テクニカルとテクニカルなんですよね、はい、はい、ということでございました。各科目ね、はい、やっぱ理算と教委でもねだいぶねこう毛色が違うというとこありますので、はい、やっぱそこだけねこう大きな部分違いもねありますから、まあ、はい、そういったところの、まあ、日本のね二大巨頭のね大学、まあ、医学部ですから、まあ、ぜひね、はい、あのそういった情報を参考にして、もしね今から目指したいという方がいればね情報をゲットいただければと思います、はい、はい、そんな感じで今回も一条さんにお話しいただきましたが、はい、また最後ねぜひあのちょっと宣伝して帰ってください。ありがとうございます。私今ミス京大ファイナリストとして活動させていただいております。11月祭ぜひ京都大学の11月祭ぜひお越しください。私とお写真撮ったりお話ししたい方ぜひぜひお待ちしております。であとフレッシュキャンパスコンテストの方にも出場させていただいておりまして、ショールームで毎日配信しております。ぜひショールームの方を見に来てください。あとマイスターとかでも動画投稿とかもしてるので、ぜひそちらも見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、まあ、ぜひ、ね、いろいろ活動されているということで、はい、まあ、医学の勉強もやりたいなと思いますけど、はい、いろいろと頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます、はい、では視聴者の皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本当にありがとうございました。